こんにちは、リサーチャーの北野です。今日ご紹介する一冊は世界の猫。こちらなんですけれども、表紙だけでも、マイピクチャーブックとありますが、とってもしっかりしていて写真も綺麗でっていう本なんですが、少しこの本、変わっていて仕掛けがございます。まずはこれビニールのパッケージに入っていたんですけれども、そのビニールのパッケージを取ってまして、飾りたくなる立体図鑑という、この本にはこういうシールがありました。でこちらがじゃあどんなことかと言いますと、まずは表のページにこの本の楽しみ方というふうに、ございます。つまりどうやらただ読むだけの本ではないという、ことです。まず奥付けをいつものように先に見ますと、こちらですね、奥付け。翻訳本です。著者はジェニファー・プリングさん。発行日が2019年の6月27日。発行所が、発売元、正言社、出版社正言社さんです。正言社さんは絵画の本なんかもそうですけれども、とても装丁が美しかったり、それから企画ですね。企画がとても読者にとって楽しめる目線のものになっていたり、あと新しい面白い試みをしていたりという形で、こういう翻訳本以外にも国内の本でも、正言社さんの本は面白く手に取ることが多いんですけれども、こういう猫の本、世界の猫といった本も出しているのかと思いました。で、どういう仕掛けがあるかと言いますと、この本全部が、これ初めにのページです。こう見てみると普通に見えるんですけれども、型が抜けます。ちょっとやってみますね。紹介の時間と言いつつ工作の時間みたいなことかもしれないんですけれども、私不器用なんですけれども、これ不器用な私もなんとなく綺麗に型が抜けております。さて型抜きました。どうなるかと言いますと、こんな風になります。裏表で一つの、種類、一匹の種類の、猫の解説がついております。で抜いた型がこちらでございます。ですからここにこうあったものが抜けるということですね。でまず何が感動するかといって、今プチプチプチって抜けましたけど、まあさすがに人生長く生きているので、いろんな型抜きをやってきました。それは私が子どもの頃の世代って付録に型抜きになっているものが多いんですよね。でそれからあと今でも何か型を抜くんじゃなくても、こういう破線でちぎって何かのパッケージを開けるっていうものが多いんですけれども、それが雑だったり、よく考えられてないとビリ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 とかなったりとかして途中で破れちゃうんですね。でこの可愛い猫ちゃんがこれここで破れたりとかしたらもう元も子もないんですけれども、それが恐る恐るではありましたけど、とっても綺麗に抜けるので、多分この破線の感覚だったりとか、カーブへの対応の仕方だったりとかで、ちゃんとつないでるんだけれども切れやすいとか、めちゃめちゃこれ計算されてると思います。でめちゃめちゃ計算されてて、めちゃめちゃ手をかけて、手間暇をかけて、だってこれ本にして発売するんですからね、っていう非常な労作だなと。でこの労作をなぜこんな風にと思うと、やっぱりこれ大事に大切にと思ってる間中ちょっと愛着が湧いてるんですよね。だからその何ですかね、愛を持って見られる対象物というものに適しているこのタイプの本なのかなと思いました。でこの世界の猫ですけれども、この本のシリーズが素敵だなと思って見てみますと、犬とかお花もありました。ですので、犬が好きなバージョン、ワンちゃんが好きな方、それから、お花が好きな方みたいな方たちも、それぞれの好きなものでこのマイピクチャーブックシリーズ楽しめるように、なっています。でまずは中身じゃなくて外観の話から、入って恐縮なんですけれども、これの仕掛けをもう少し、楽しみたいなと思いますが、これを型抜くとどんな感じになるのかなって言って、中ほどちょっと型抜き群を作ってるところがございます。でこの辺のここですね、これ抜く前ですね、ロシアンブルーから始まりまして、でそれから、こちらがモギー、それからアメリカンカール、
で、それからスフィンクス、ちょっとここらあたりの真ん中を抜いてみました。で、これをここを抜いたのは、なんかこの群の猫ちゃんたちが私はすごい好きだなと思って、あのワンちゃんは犬は、愛くるしいタイプが好きなんですけど、猫はツンとした感じのちょっとお高く止まってる系が好きなんですね。で、私今好きというワードをあの取ってますけれど、あの使ってますけど、これ好きなのはあのこういうあの印刷物の中に入っている場合です。あの実物は怖くて近寄れないです。あのなんですか、生きてるものは、動くものは怖くて近寄れないんですけれども、あの本とかこういう図鑑で見るのは結構大好きですね。あのそういうふうに TikTok とかああいうので見るのも好きですね。なんですけれども、その私が好きなツンとした猫がちょうど、真ん中あたりに固まってましたので、その辺を傾いてみました。で、この本の楽しみ方としてはこういう感じで全部抜けるとこういうふうに立体になってくるっていう感じですね。で、これが重なった集合体でもこう見えてくるっていうふうな、こういう形で、あの全部へえそうかと思いながら読みながら抜く方が、型抜く方が楽しいのかなと。機械的に全部をあのこれやってみた実感ですけど、バーって抜いちゃってから読みましょうっていうよりは、一つ一つの、あの、種類の項目を読みながら、へえそっかそっかと納得っていうか知ったら抜くっていう、そういう形でこの最後のページまで楽しむのがこの立体図鑑でありますか、図鑑です、あくまでもこの図鑑を楽しめるポイントなのかなと。やっぱり 3D にしたかったんでしょうね。その、この動きというのをこの図鑑の中で 2D の世界から 3D を楽しむためにっていう形でこのものを形にしたのかなと。で、これを楽しむためにはやっぱりこの写真が非常にあの適しているというか、絶妙であるという条件が必要だと思うんですね。ですので、この書籍の後ろのところには、奥付けのところに、奥付けは本来的に出版社だったりとか著者役あの翻訳者の名前が書いてあるんですけど、この横に特別な方々の名前が書いてます。画像をご提供いただいた下記の皆様に感謝いたしますという形で、あのいろんな方が画像をどうやらご提供いただいたというふうな、そういうやっぱり愛猫家の皆さんなんかのとびきりの写真っていうのも含めての図鑑になっているのかもしれないです。あともう一つ、今形のことばかりお話ししましたが、この中身の文章の中にも特色があります。例えばですけれども、じゃあ一番最初のこれ、すっごいいい顔してます、ロシアンブルー。こちらの、猫ちゃんのところでいきますと、体重オス 4.8 キロ、メス 3.8 キロ、性格繊細で自立心が強く魅力的で、それから寿命12歳から15歳、毛色光沢のあるブルー。この、体重性格寿命毛色、これが決まりである、項目なんですけれども、それ以外にありますここの文章、これが全ての受け口が、まあ、それこそその由来であったりとか特徴、外観の特徴でもあるんですけれども、ものすごくあの性格のことについて の描写が多いんですね。だから一緒にあの飼ったりとか、一緒に人生を共にしたりとかっていう意味 のそういうところの、自分と相性のいいあの猫はどれかなっていう、相性のいい仲間はどれかなと自分が探してみるっていう風な、そういう目線であの非常に性格描写があの著者の、愛の目線を持ってして、ちょっと茶目っ気を持って書かれているという、そういう意味ではあの読み物としてもとても、楽しめる一冊になっているのではないかなと思います。可愛い素敵な猫がたくさん載っている世界の猫、そして、このタイプ のこの本がもし興味持たれましたら、犬もお花もありますので、皆さんご興味のあるものをご自分で手に取ってみられてはいかがでしょうか。本日ご紹介しましたのは世界の猫でした。